e 1 0は第二次世界大戦後にソビエト連邦が開発した重戦車。開発時の名称はナ s 8第二次世界大戦終了直後、ソ連軍の装備する重戦車は Es-2、Es-3、ナ s 4と3種類も存在していた。1948年末、これらの後継となる重戦車の開発が指示され、 オブジェクト730の開発名称が与えられて、1949年2月より、チェリアビンスク・キーロフスキー工場の第二特別設計局第100研究所にて、JY コーチン技師の設計チームにより設計が開始された。コーチン技師はこれ以前に開発されたイズマイナス6やイズマイナス7の失敗の経験を踏まえ、あえて新技術の導入は行わず、 イズマイナス3を拡大し、改良を加えた発展型として設計した。従来のソ連重戦車より重装甲でありながら、馬力に余裕のあるエンジンを搭載したために、機動性が高く、無理な小型化を目指さなかったために、車内容積には余裕があり、これまでの重戦車に比べると実用性は改善されていた。 オブジェクト730は1949年には重量の増加試作車が完成。翌1950年5月よりく、敏化試験場にて評価試験が開始された。試験の結果を受け、オブジェクト730はイズマイナス8として採用されることが決定し、1950年末、もしくは1951年初頭には生産が開始される予定であったが、 エンジンの生産の目処が立たないなど量産化に手間取り、実際に生産が開始できる体制が整ったのは1952年12月のことであった。しかし、1953年3月5日に死亡したスターリンに代わり、フルシチョフが最高指導者となり、一連の非スターリン化が行われたのを受け、本社はその名称が問題とされた。 マイナス1、ないしは、マイナス10と解明するとは、ニキータ・フルシチョフのロシア語表記の頭文字を取ったもの、という案もあったものの、フルシチョフ自身によって却下され、最終的には T マイナス10と解明されて1953年11月28日より、量産が開始された。T マイナス10は1年十一月七日の革命四十周年記念パレードにおいて一般に、 公開され、西側の軍事関係者には、スーパースターリンと呼称された。発展型として、変速装置を、トルクコンバーター式に変更した、オブイエクト266が製作され、1957年よりは、改良型の T-10M へと生産は移行された。1955年よりは、本社の設計を発展させたものとして1 3 0ト、mm、ル砲を、 装備する新型重戦車、オブイエイクト277の開発が進められていたが、重戦車の戦略的価値に疑問を呈した、フルシチョフの命令によって1960年には開発中止となり、T-10 はソビエトが実戦配備した重戦車としては最後の車種となった。T-10 側面により、T-10 シリーズは西側情報機関により、 重戦車としては、世界最多の約8000両が生産されたと推定されていたが、近年の資料により判明した、実際の生産数は、イズ -2 やイズ -3 より少ない各型合計1539両だった。本車は、ソ連軍のみで運用され、同盟国への供与は行われなかった。本車はその優れた大火力と重防御により、従来通り陣地突破用として、 独立重戦車連隊に装備されていたが、過報と対戦車ミサイルの発達の前に主力戦車に一本化されていく中で、重戦車という兵器自体の存在意義が失われ、独立した部隊で運用することの価値は低下していった。ソビエト軍では重戦車を装備する戦車部隊自体は即座に廃止とはされなかったものの、T-10 の実戦参加は九百六十八年の チェコ動乱の時のみで、その際も本社による戦闘は記録されていない。ソビエト軍の編成において、重戦車師団は編成内の重戦車連隊を順次、通常の戦車連隊に改編されつつ1969年まで存続したが、1970年にはすべて解体され、独立重戦車連隊も1970年代に入り逐地解体された。それでも、 T-10 は1978年の段階で約2300台が極東方面で現役に残っていた。1980年代に入ると前線部隊からは引き上げられたものの、その後も予備兵器として実動状態を維持したまま保管され、すべての車両が除籍されたのは1993年のことである。第一線で運用されなくなった後は、 中蘇国境に配置され、統治下として利用されていた車両があるほか、少数が除籍後に鉄道局や戦車工場で武装を撤去した重権員車として使用されている。T-10A なお、1960年より T-10、-10A、-10B 10の既存車両には T-10M に準じた仕様とする近代化回収が行われており、手法及び機関銃を M-62T に及び 14.5mm KPVT に乾燥し、赤外線暗視装置及び、赤外線サーチライトが装備されている。タミヤ模型は1964年に T-10 を1、35スケールで模型化している。モデルは T-10A に即した形状となっているが、商品名は T-10J 水、ソビエト陸軍スターリニエ戦車となっており、 is-3 と形式番号が混同されている。ありがとうございます。